はい、皆さんこんにちは、諸住です。今日はいろいろ廃墟を回ったんですけど、まあ最終的にはやっぱり、体を清めるために、神社に行こうということで、神社に来ました。ここは、養老の方なんですけど、ちょっと多分読み方がちょっと分かんないですけど、ちょっと映していきます。はい、手持ちになりますね。はい、これですね、まあ孫社っていうことは多分、分離したそういうこの、この辺の村の神社です。多分船所って読むんかな、船所って読むかな、で、神社だろうね、船所神社で、まあ鳥居がありますね。で、ここは、なんていうかな、大きい車だと多分これないね、これ陸軍、この横に陸軍大将、陸軍大将白川、白川なんだっけね、これが村が、で、隣に今声出していたのが、都市会手原君です。はい、これも古いよ、これこれ、法の大正、大正15年でね、9月、はい、明治大正、9月といえば俺の誕生日。はい、では鳥居の端っこからいきます。はい、端っこに置きます。はい、彼岸花、彼岸花ですね。これ山口百恵がね、歌でね、まんじゅうしゃげね、今週が多分一番これ綺麗な時じゃないかな。先週行ったらね、そういう模様が来たもんね、結構ね。で、まあ鳥居を越えたので、もうここからは鳥居は右横になんか赤いのがありますね。まあこの、灯籠かな、灯籠両サイドにたくさんあります。狛犬がいました。はい、狛犬がいます。ここも水道で手を清めるんですよね。龍の口からではありません。この水道で手を清めてから、まあお寺の、まあ神社の方に、まあもう一回、真ん中の本堂の方に行きます。これが本堂になります。結構この辺はね、養老町に近いところだから結構虫が多いと思いますけど、ちょっとその辺もちょっと気をつけて、蚊っていう、っていうか本当のマダラのヤブカ、足利義満、これ横に養老町って書いてあるよ。これ新しいけど、足利義満、先着場、船やね。じゃあ何、あれ、で、まあここで、ご祈祷してくださいってことで、左に再生箱があって、カラカラってなるやつですね。まあ戸は閉まってますんで、開けることできないんですけど、こんな感じでちょっと、穴が開いてるところから見ると、何もないような感じなんですけど、で、東側の、この、鳥居のところにも、鳥居の、反対側ね、こっちは北側になるんですね。これも、多分神様ですね。はい、当然扉は閉まってます。多分こういうところはなんか、お祭り事があると多分開けると思いますけどね。この横にも一緒のやつがありますね。これ丸っきり一緒ですね、形が。こういうちっちゃいのもありますということは、この、左側、西側になるんですけど、西の、これが本堂の
バーってここまでいますよってことで、で上はこう上から見るとこ、上を覗くとこなんですかね。で、あの、うん、鳥居の横に歩いている人が、都市ガエルハラ君です。今日も派手な、蛍光色の色を着てます。まあ、神社としてはどうでしょうね。村だけのそういう、うん、守りの神社だとやっぱり、うん、うん、どうかな、中ぐらいかな、中ぐらいの大きさの神社ですね。では戻っていきます。もう一回正面から一発映そうかな。あ、知らない間にあの本堂の上に電気ついてますね。これ、はい、電気ついてます。ということは、うん、なんかセンサーで僕を察知して自動的についた可能性があります。あ、トチ君がなんか横から来ました。トチ君なんかあった？そっち。なんもない。なんか、うーん。あ、車が通ろうとしてるんで。危ないよ。車通ろうとしてる。ということで、まあ本堂から、舞う、こっち南側かな。南側に行って、まあ、鳥居の下にまた戻ります。まあこんな感じですね。で横に建物があって、でまあここにも建物があって、で、あ、こっちにも灯籠がありますね。灯籠がありまして、で、でこれかな、明徳子ども会さんが植えたお花があります。ヒガンバナね、はい、ここにもヒガンバナあります。で、まあこんな感じで、まあこれは、旗を上げる時の、棒ですね。両サイドにあります、旗の上げた棒が、はい、あ、しゃ、ではではでは、はい、と、今日のお寺ではなくて神社の方かな、うん、9月4日日曜日、何神社だっけ、多分船庄神社かなに来まして、体を清めてきました。では、また次どっか行くと思うので、またよろしくお願いします。そしてまた、チャンネル登録の方も、カタカナで書って自由です、はい、お願いします。ではまたね、バイバイ。